よし。うわあ。まず釣れたのはビワ以外だね。よし。こいつやったか。はい、ビワ以外です。まだ子供ですね。もうちょっと大きなのを釣れるといいですね。はい、こんにちは、ガタガタフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、琵琶湖のポッコですねに、行ってきました。で、本来は、他の魚をねメインに考えてたんですが、思いもよらずね、琵琶以外がね、今オープニングにね一匹釣れたんですけども、たくさんいたんですね。で、それをねいろいろ、せっかくなんでね、このままね初めのね目標と違う魚だったってことで、なんかお蔵入りしちゃうのもったいないなと思ったんで、せっかくなんで見てもらえるとありがたいです。それではどうぞ。ではまたビア以外です。でも嬉しいんだけどね。ビア以外です。綺麗やね。実は琵琶湖の北に来てるんですけど、ホッコですね、ある魚を探しに来ました。で、まだ時期早いんでね、本格シーズンじゃないんですけど、ちょっと休みなんで、来てみました。で、本来もうちょっとね浅いところに来るんですけど、まだね気温が水温も低いということで、ちょっとねこの駆け上がりの肉眼でもね偏光グラスつけてもそこが見えないぐらいのレンジですね。その駆け上がりの斜面を今狙ってます。手前にやっちゃうとねビア被害がねバカバカ食っちゃうんでね、それをちょっと避けるようにして一か八かで釣りをしてます。ビワ以外だね。目的の魚はなかなか現れないけど、ビワ以外です。みんな同じサイズだね。アダルトが出てこないね。いるとは思うんだけど、ちょっと大きめのビア以外です。よし。はい、はい、産卵管出てますね。タナゴに比べるとねこう太くて短いんですね。で、こいつらの卵はもうタナゴと全然違ってね、産む受精すると、水分をね含んで、大きな膜を張ってね、イクラみたいなね大きな卵になって、発生が進みます。ビアヒガイです。ぽいっ。ビアヒガイです。綺麗だけどね。今日はこれじゃないんだよね。ほんまに難しいね。思ったようには釣れないです。まあでも1回で終わっちゃうよりね、こうやって何回もねチャレンジしてね来た方が多分
嬉しさはね大きいんでね、そこが魚釣りとかねガサガサのいいところですね。いつか出会えると思って頑張ると。これでかいね。いやーしかもマックスだ。これ大きい。よし。うわ、大きいな。これもメスやね。もうブラなかなかかかんないね。はい。大きいビア以外のメスです。またビア以外だ。難しいね。そう簡単には顔を出してくれないね。うん、ダブルだ。ダブルビア被害でした。ビア被害の数はすごいね。うわ、そこでかいブラックバスが。濃いもん。濃いとブラックバス一緒に泳いでるよね、ずっと。はい、これ多分オスだな。小さいけど、ビア以外です。またビア被害です。ほんとこればっかりやね。来た、ダブルだ。うわ、ダブルビア被害です。オスメスやね。オスメスセットです。ちょっとうまく映ってるかわかんないけど、オスメスセットです。はい、こんな感じです。かわいいです。こうやって見るとオスメスすぐわかりますね。来たよ。よし、浮き釣りでもビア以外です。お、来たかな。食ってるね、食ってるね、食ってるよ。いつ合わせたらいいんだ。微妙だね。来たー。またビア以外です。今日はビア被害の回ですね。ちょっと今ね移動して堤防のね表側の先端の方へ来たんだけど、深いんでねどうかなと思ったけど、ちょっと仕掛けが切れちゃったんで今浮き釣りに変えたんですね。ちょっと水深がね深いんで難しいんだけどね。
それでもビア被害だね。結構ね、大きなブラックバスとかね、コイとかね、ニゴイいっぱい泳いでますね。もちろんビア被害はね、いっぱい泳いでるの見えるしね、浅いとこだったよね。沼秩父も浅いとこいっぱいいっぱい泳いだ。そこはね、怖くて餌を落とせなかったね。入れたらすぐ釣れるかな。よー、来てた来てた。よいしょ。よし、今日はもうとことんビア以外で。はい、かわいいビア被害です。綺麗やね。これ買ったらね、なかなか水槽にはね、鮮やかに、彩ってくれそうなんで、いい魚やな。よいしょ。はい、いかがでしたでしょうか。今回はちょっと予定と違う魚たちだったんですけども、とにかくね、ビア被害がね、いっぱいいたんですね。で、本当に綺麗な色をね、出始めているオスがそんなに多くはなかったんですが、結構ちびっこがね、メインだったんですけども、もうあんなね、小さいね、まあ、あれだと去年生まれた個体なのかな、ちょっとよくわかんないですけども、それぐらいだと思うんですが、ね、この冬を越して、まあ、他の魚たちよりもね、早くね、こう活発に泳いでる姿がね、見れました。他にはあと鯉がね、何回か2回3回ね、数匹の群れでね来たりとか、あとね、動画にもあったんですが、ブラックバスがでかいね、50ぐらいのブラックバスと鯉が一緒にね泳いでて、初め偶然かなと思ったんですけど、どっちかがね方向転換するとどっちかが必ず後を追ってくるんですね。なのでね、ずっとね一緒に泳いでんだろうなっていうのね、観察してました。でカメラがね反射しちゃうんでね、うまく映んないんですけども、まあ、そんな、シーンもあったりとか、あと鬼声がねちょろちょろね現れては消えてみたいなのをやってましたし、あとなんだね、沼秩父ですね。うわ、もうこれ浅いところにね、もうパッとね堤防から見るとあ、いるなっていうのが分かるんですが、もうあれは入れるとすぐ釣れちゃうんでね、もうあえてそのゾーンにはね餌を落とさなかったんですけども、沼秩父も活発に泳いもう動き出してました。で、今4月の終わりぐらいなんですけども、まあ、これからね、いろんな魚がまたね、見られると思うんで、ぜひ楽しみに見てもらえるとありがたいです。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。